うどん大好き、うどん子代表の私凛が全力でうどん屋さんを紹介しております。張り切ってまいりましょう。熊谷肉汁うどんスタンプラリー、はい、肉の天気、そしてめちゃくちゃ寒いですが本日折り返しの8店舗目ということで早速行きます。お今日はねガッ釣り雨降っててカメラを置いて撮ることができないので友人に撮ってもらいました。さすがに半袖は寒かったな。ロータリーに沿って歩いて本日もバスに乗って参ります。同行してくれている友人は高校時代からの付き合いで以前コンコ屋さんにも一緒に行きました。一人とはまた違った楽しさがあっていいんだよね。はい、ファミマを曲がって手前5番バス乗り場、ここに来るバスに乗りますよ。っと違う、これでねメヌマ、ここでは整理券はいりません。地図を見て熊谷駅から本日の目的地終わり屋さんまでこんな感じで向かっております。降りるのは中ならバス停、降りても目の前にお店があるみたいね。乗車時間は20分弱。現在国道407号、目沼バイパスを北上中。田舎っぺすごい混んでるよ。ほらいつもこんなんだよ。そうそう、あ、中ならだ。はい、あ、そう、これほら、バス降りてすぐなのよ。よいしょ、ありがとうございました。どうも、はーい。ここのお店ですね。よしよし、ラーメン。あ、こっちも混んでる。混んでる。激込みのラーメン屋を過ぎたところにあるこちらのお店、でっかくそばって書いてあんね。ここも結構車止まってんな。国道407号、目沼バイパス沿いにあります。手打ちそば、手打ちうどんの文字、こりゃ目立つね。昔ながらのお料理屋さんって感じの雰囲気がうどんこセンサーにドンピシャリです。こんな入り口がまたいいでしょう。店名の上にはお城のマーク、尾張、清洲城とか。さあさあ何食うべ。うまそう。しゃあ入り口前のガラスケースに輝くアジフライ定食、あれワールドカップ真っ盛り、これサッカー日本代表応援してるってことでしょ。興奮してきた。ほんじゃ終わり屋さん、お邪魔します。すいません、あ、見てます。そう、ありがとうございます。嬉しい。温かい視聴者さんにお声掛けいただいて嬉しいな。はいはい、店頭にもあったアジフライ定食、だいぶこだわりの一押しメニューみたいね。なあ、うまそうだもん。基本的に2枚で1セットみたい。もちろんあります、肉汁うどん、タコ唐揚げにごぼう唐揚げ。やっぱ俺終わり屋さん揚げ物推しなんかね。ほら鶏の唐揚げあるし、味噌田楽もあんの。こっちも要チェックだわ。旬の味覚、広島産のカキフライメニューで、この下には三陸産のイクラ丼ね。やっと来ました、温かいそば、うどん。メニューが豊富で迷っちゃうな。皆さんだったら何にします？この下には鍋物がずらっと、右からピリ辛片面田舎うどん、味噌煮込みの終わり鍋、もち鍋、鴨鍋、けんちん鍋、牛鍋うどんに鍋焼きうどんね、焼きおにぎりとかうな重とかもあんだ。とにかくメニューの種類が多い。このページは冷たい麺物、ボケーっとメニューとにらめっこをしていたら、こんにちは。あ、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしがっちゃって。あれ恥ずかしがるって。大丈夫か。こんにちは。恥ずかしがっちゃった。すいません、ありがとうございます。すいません、忙しい場所。いやいや、全然全然。お会いできて、ありがとうございます。学校頑張ってね。だいぶね若者向けの内容じゃねえよなーって思いながら動画作ってるんで、内心結構びっくり。まあでも揚げ物はとりあえず置いとこう。けんちん鍋に行こうか。もうやっぱ寂しい。片面田舎うどんってなんかあれ気にならねえ。いや俺も気になったけどさ、固
硬い麺の方がうまそうだもんな。硬麺好きはね、それはね、ウルシアのうどん食うぐらいだから、ね、うん、ここにしよう、これにしようじゃん。すいません。はい、じゃあけんちん鍋うどんと、はい、ピリ辛片麺田舎うどんで。はい、けんちんは醤油と白醤油選びました。どう違います？かつお出汁か昆布出汁。じゃあ昆布出汁。昆布出汁です。はい、ではで、はい、はい、お出汁を2種類から選ぶって初めてだな。こんな昔ながらの間取りとこじんまりとした雰囲気がなんとも心地よい。もちろん机の上には北玉製作所のルーレット式おみくじ機、これ日本で1社しか作ってないよね。ちなみに私は乙女座です。待つこと15分ほど。お待たせしました。いいよね。よしよし。おお。うまそう。なあ、このクソ寒いのにこれはやべえな。超早く行くよ。持ち入ってんだ。餅とネギと油。これね、すごいな。具がすごいな。うまっ。はい。ありがとうございます。どうしよう。いやー、うまそう。こちらが終わり屋さんのけんちん鍋うどん。ご飯おしんこ付き1045円。選べる出汁は昆布出汁にしました。中心には目玉焼きみたいな卵がドーンと。大量の具材に埋もれた麺がうまそう。ではいただいてまいりましょう。今日箸忘れちゃったということで久しぶりの割り箸チャレンジ。こりゃひでえ。笑ってごまかすうどん粉、気にせずうどんに集中。綺麗な細麺、見るからに柔らかそう。やけどしないようにね。あ、うまっ。あ、相当辛かったもんだね。汗かいた。つゆを存分に吸った麺は表面確かに柔らかいんですが、手打ち感しっかり、芯のわずかなコシが心地よい。麺を置かずにご飯が進む。体が温まるで。上品で控えめな昆布だしに煮込まれた素材のうまみがぐっと溶け込んで贅沢な味わいに。あ、ありがとうございます。結局頼んじゃった。メニュー表見たら揚げ物間違いなさそうだったんだもん。でらんまそうでしょ。やべえぞ、うん、相当栄養ある。うまい。すごい、うまいぞ、これ。久々に味ぐらい。目の前のけんちんうどんに夢中なんですが、友人があまりにもうなってるんで気になっちゃうよ。アジフライこんなうまいんだって、マジで、はい、家で食うのと全然違う。自家製かな。緩めのソースをかけて。うわ、これはマジうまい。冗談抜きで、身は熱いよね。うん、まだ揚げたてだから衣もシャキシャキしてるし。こりゃ異次元のうまさ。身が分厚くめちゃくちゃ脂が乗ってんの。魚とは思えない濃厚な味わいに野菜と米が止まらない。お前頼んでよかった。うまっ。とんでもない揚げ物のクオリティに感動しつつパクパクっと平らげて、ちょっとした漬物がまた嬉しいんだ。でっかい目玉卵をそのままパクリ。麺もズズズッと。豚肉、インゲン、里芋、大根、さつま揚げ、人参などなど凝縮された旨味が麺に染み込んでんだから。鉄鍋での提供なのでしっかり熱さが長続き、ゆっくり食べても最後まで美味しくいただけます。そりゃつゆは一滴も残さないで。ごちそうさまでした。鍋と揚げ物最強だね。いや、けんちんうどん体の芯から温まった。ほんででっかいアジフライ、ホックホクのサクサクで最高なアジフライでした。ほんでこの後なんですけど、昨日ですねスタンプラリーの冊子を家に忘れてしまって、田舎っぷさんでスタンプをレシートにもらったんですが、お店近いんでね、こっから歩いて冊子にちゃんとスタンプをもらいに行きたいと思います。じゃあ行ってきまーす。
お忙しいところすいません。昨日これスタンプいただいたんですけど、こっちの台紙忘れちゃって、ここに。ありがとうございます。いや、ありがたい。じゃあ行きましょうか。行きましょうっつってもバスをちょっと調べてですね。1時間来ないの。ちょっと待って待って。とりあえずこっち歩くか。ああ1時間来ない。1時間来ないってなるともう着いちゃうんだよ。